日本鹿児島県薩摩仙台市くすの木元町くすの木、元町は鹿児島県薩摩仙台市の大技旧薩摩郡平佐郷、くす村薩摩郡平助村大技くす元薩摩郡川内町大技くす元川内市くすの木元町郵便番号は895-0002人口は289人世帯数は144世帯 薩摩仙台市の中西部、川内川下流域に位置している。浅生駅の西部に寺山北緑が広がっており、東部の馬立てでは柳葉石器が出土しており、古くよりこの地域に人類が居住していたことがわかる。浅生駅の北方は、東郷町のぶち、西方から南方にかけて中村町、西方は白浜町、天達町がそれぞれ接している。 阿佐イの中央部を南北に、宮野城潜廃止後に建設された市道が通り、それを迂回するように、鹿児島県道335号市比谷東郷線と、鹿児島県道394号山崎、川内線が重複している。県道335号は、旧屈の木本駅前の交差点で東郷橋を渡り、国道267号へ接続し、県道394号は、 宮の城線跡を通り、薩摩仙台市街方面へ接続している。1987年に、地域の中央部を南北に通っていた宮の城線が廃止となり、地域内にあった楠本駅は廃駅となった。楠本という地名は古くは、鎌倉木より見え、薩摩国入ラインのうちであった。県庁2年の伊リキ村村電磁年具等注文には、 く本久作口という記述が見える。江戸期には、薩摩国薩摩郡日脇里のうちであった。ただし、遠方9年までは、清よし里と呼称されていた。万治2年以降日脇号は、鹿児島藩直轄となるが、当村と九十村、中村は、平田宿号を領していた北郷氏の持ち説明となり、明治2年に平田宿号に編入された。村高は、 天保郷町では685国余り、旧校給料では482国余りであった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、平田スクの区域より平助村が成立し、江戸期の楠本村は平助村の大技、楠本となった。1929年には平助村が合併し川内町の大技となり、1940年に 川内町が市政施行し、川内市の大技、楠本町となった。2004年には川内市等が新設合併し、薩摩仙台市となったのに伴い、薩摩仙台市の大技となった。楠本駅鉄道記念館公共私立小中学校の学区は以下の通りである。県道技駅内に楠本駅が所在していたが、1987年に、 宮野乗船が廃止されたため、現在の最寄り駅は川内駅である。ありがとうございます。